こんにちは、しばです。今回はね、この塔、これをね、こうやつね、サイドパネルと引き出しの巻いたね、あとはそこのパネルの部分をね、下回りのパネルの部分をね、塔をね貼っていきたいと思います。これ絶対こうパネル貼ったら可愛いよね。じゃあやってみます。塔のねパネルを作っていきたいと思うんだけど、まあ塔を扱うのはもうぶっちゃけ初めてで、切ったとことかバラバラしないかとか、一応これ600の2メーター分買いました。これで結構高いんですよ。これ送料込みで17,000、ね、だから失敗できないです。前の引き出しの一番長いところね、こういうの基本大きいところから取っていくっていうのがね、失敗しても小さいところに使えるんでね、まず大きい面を切っていきたいと思います。意外とパラパラはしないですね。で今度これをね、200で3枚取っていきたいと思います。うまくいくかな。とりあえずね、塔ね、両面テープでね貼っつけたんだけど、やっぱこうやって浮いてきちゃうから、ここに見切り打って塔がね動かないように止めていこうと思います。これをあの塔のところにねくっつけていきたいと思います。じゃあやっていきます。じゃあここにね、こういう感じでね、こんな感じでね、こっち側もやっていきたいと思います。2枚のパネルに見えるように、この見切りでね、塔を押さえるような感じで貼ってみました。あ、じゃあね、もうね、最後引き出し作っていきます。キャスターをまずつけていきます。はい、キャスターをつけて、でこれ巻いたね、前板のね、下地ベニヤをねぶつけていきます。これ今仮にここが床だとしたらっていう感じでね、こうキャスターが乗っかって隙間がこんぐらいと、もしかしたら後でちょっとね削んなきゃいけないかもしれないけどね、今ギリギリでとりあえず作っていきます。で今度ね、このベニヤを貼ったところに塔をね、ベニヤ貼ったところにね、塔を貼ってね、またあの、見切りでくっつけていきます。じゃあそれではそれやっていきます。じゃあね、塔貼っていきます。こう仮押さえで、ね、くるくる丸まっちゃうから、これで一回。でね、塔ね、貼っていきます。
結構パラパラするからね、トーンは結構難しいね。そしたらね、見切りで押さえていきます。かわいいね。いい感じの引き出し。グッドですね。じゃあね、これもう1セット作っていきます。はい。次はね、これテープライト。間接照明ね。ここの上のね、後ろ側をパッとぼんわり明るくしようかなと。こういうね、テープライト。幅が1センチの厚みが3ミリぐらいのやつね。これどんな光り方するかっていうと、これセンサーになってるやつね。センサー付きのやつを買ってみました。まあ、ここにはつけないけど、例えばこういう感じ、ここにね、1段、ここの部分に1段下げたところに木をぶつけてね、でこのテープライトをこうちょっとこういう感じで上から覗くと見えるけど、こっちからは見えないみたいなね。で、明かりだけぼんやりいくと。間接照明、ちょっとやっていきたいと思います。こういうふうにね、一段、引っ込んだとこにね、くっつけてテープライトを、ここはね、下までいかないんだけど、ここら辺からこうやって。そうすると、少しぽわっと、間接照明に、ね、なるんでね。こういう感じで、ぐるーっとつけていきます。そしたらね、今度テープつけていきたいと思います。こういう感じでね、ちょっと一段下がったところにね、つけとくと正面から見るとテープ見えないけど明かりがねぼんやりすると。じゃあちょっとね、試験にでどんな感じか、ちょっと今明るいからね感じわかんないけど、でちょっと暗くしてやってみようか。はい、じゃあつけてみます。全然明るいから全然わからないね。ね、こういう感じ。明るいとね、ちょっとわかんない。ここが今度壁になってくるから、こう壁がね、ぼんやり照らされるみたいなイメージがね、こう壁にね、こうなってくるから、ぼんやりね、明かりが、優しい明かりが照らされると。はい、OK です。これで間接照明終わり。ね、コンセント。つけていきます。ね、こっちもね、やっぱね、これ金色にしました。金じゃんと思った自分。ベッドの雰囲気にね、金色の方が合ってるかなと思って。本当はこれ USB コンセントをつけたかったんだけど、結構高いから在庫でね、まあ USB のね、差し込みさせばいいだけだから。 OK です。はい、ほぼほぼ完成しました。
引き出しはね、今入れてみたいんだけど、ちょっと作業場がね狭すぎて、ここのねスペースがないんで、引き出しはもう上で入れていこうと思います。一応その下のパネルが全部塔にね、サイドパネルとね、こっちのサイドパネルと、でここに今もう頼んであるラグ、キッチンマットね、キッチンマットの、まあ洗い替えできるようにね、そんないいものじゃないんだけど、気分で変えられるようにね、よくあるねサイズの500の1500だったかなっていうのをね、入るように作りました。で今あとここ開いちゃってるんだけど、ここの寝高け、ここねの部分に上のベッドの105の30の材料ねをすのこ状にね外してつけていく、再利用ねしていきたいと思います。ちょっとでもね、なるべく再利用できるものは再利用してっていうことでね、はい、どうですかね、いい感じじゃないですかね。で今のちょっと追加で最後ここのスロープ面ラグをね引いちゃうんで見えなくなるんですけど、ここのねスペースがちょっともったいないかなと、ってことでね、ここに点検口、点検口っていうかね、蓋を作って、ここの下にも収納できるようにね、収納スペースを十分あるんでね、作っていこうかなと。じゃあね、それではね、点検口を作っていよいよね上に持っていこうかなと思います。このぐらいの大きさでいいよね、あんまり大きいとねガタガタしちゃうと嫌だし、フリーハンドで。ね、こんだけ収納できると全然違うよね。開口したところをね補強していきます。さあ入るかな、結構きつきつかね。いい感じっぽい。うん、オッケー。蓋開くようにね。紐つけておきます。ちょうどなんか革の紐あったんで。オッケー。さあこれね、布引いてもあまり干渉しないように。紐にしました。はい。はい、じゃあね、いよいよベッドの方ね、ばらして、屋上じゃないか、3階にね、ロフトスペースまで運んでいきたいと思います。これが一番大変かもしれない。じゃあバラしていきます。いやー重いぞこれ。一応ね簡単に外れるようには作ってるんでね。
全部でね4分割1、2、3、4、あの2枚はね楽勝なんだけど、これ一人で運ばなきゃいけないっていうね。いやーこれきついかな、ちょっとしょうがない、気合でねロフトスペースまで運んでいきたいと思います。はい、なんとかねロフトまで運びました。いやちょっときつかったですね。でね、今度このベッドをねばらしていきます。よいしょ、重いね。はい、じゃあバラし終わりました。はい、じゃあね、古いベッドね撤去したんで、いよいよね新しいベッド設置していきたいと思います。感じ。はい、スノコンのね板止めていきました。でこれでねスプリングマットね置いてってみましょう。はい、完成しました。こんな感じにねなりました。スロープもね
ちょっとね、勾配きついかなーっていう気はするんだけど、まあ練習してもらってね、フェンにね、乗れるようにしたいと思います。これね、間接照明も。やっぱいいね。六角形のバックパネルね。いい感じに、ガーリーなね、ナチュラルな感じに仕上がったんじゃないかなと思います。はい、ということでね、ロフトスペース、デーベッドね、いい感じに仕上がったんじゃないかなと思います。で、次回は、このね、トイメンにラダーシェルフを今までね、使っていたのが、小材でね、茶色い感じで作ってるから、ちょっとイメージが合わなくなってきたってことで、ナチュラルな感じで、棚、作っていこうかなと思います。じゃあね、一回これでデーベッド完結編ということでね、したいと思います。結構いい感じでしょ、このベッド。ね、可愛く仕上がったねって思ってくれたりね、ベッド作るの参考になったなって思ってくれたりしたら、グッドボタンの方よろしくお願いします。でね、次回もね、またちょっと可愛いの作るんでね、ぜひね、チャンネル登録の方をして、待ってていただけるとありがたいんで、よろしくお願いします。それではありがとうございました。今このラダーシェルフ、色とかもちょっと茶色で、この部屋に合わないなってことで、このブランコ棚ね、つけていきたいと思います。2×10 か、これ。これホワイトウッドのね、買ってきました。後ろにバリの出ない穴の開け方っていうのをね、教えます。ロープを切ったところは最後ね、たまに結んで、ロープをほぐしてね、なんか可愛らしくしておきます。